東部軍管区はロシアの東部を管轄する軍管区。東シベリア地方と極東に駐屯している部隊を統合している。司令部はハバルフスクにある。東部軍管区は2008年から2010年の軍事改革中に極東軍管区全体とシベリア軍管区の南東の一部に基づいて形成された。また太平洋艦隊と第11航空。 防空軍も含まれる。東部軍管区は、現在の極東連邦管区と一致する、ロシア連邦ブリヤート共和国、サハ共和国、ザバイカル、カムチャッカ、ハバロフスク、沿海地方、アムール、マガダン、サハリン州、ユダヤ自治州、チュクチ自治管区を管轄しており、面積は約700万キロ平方メートルである。1918年7月31日に、 極東軍管区は設立された。2018年2月22日ロシア連邦の国家防衛管理センターと東部軍管区は名誉、勇気と軍事栄光のシンボルとしてバナーを受賞した。2018年9月11から17日に1981年以来最大の演習であるボストーク -2018 が自治管区の領土で行われた。 ハバルフスクの名誉衛兵,兵。2013年地区本部コールジェン、ゲンナジーディドコウィキメディアコモンズには、東部軍管区に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。